何かが接近してる。無所。はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リダックス続きやっていきます。ノサイズが来てる。消毒だ。ノー、うおー、燃えろ。あ、からやばい。いやリロード。あ、なにこれ、レールか。最後の敵だ。寄ってきたぞ。さあ、一匹逃がした。え、なん、見たことあるぞあれ。急げ、アノマリがすぐそこまで。アノマリ。くそったれ。早く。急げ、ヘビが全員死ぬぞ。よくやった。ゲートが開いたぞ。アノマリが来てる。そう、指導しない。あ、動いた。うえ、あの周りがすぐそこに来てる。あっ、どうセーフ。おお、いきなり戦闘から始まっちゃったけど、また続きをやっていきますよ。弾がね、買えなかったから。弾はまだ少なめだな。これが D6 へ通じる扉だ。なんだ、くそ、ここは暗いな。よし、行ってみよう。これまた圧力貯める感じか。トンネルの幻想もエアロックによって遮断された。この扉なら持ちこたえられる、そんな安心感があった。破られるフラグだな。よし、突破したな。速やかに終わらせよう。ウルマン、お前はアサルトチームの指揮を取れ。ボリスとステパン、このお調子者を援護してやれ。アルチョムとウラジミール、私から離れるな。それでは始めるぞ。なぜこんなに急ぐんです、大佐。腰を下ろして一服しましょうよ。みんな緊張しすぎですよ。貧乏暇なしだ、知っての通りな。進め兵士たち、崇高な任務が待ってるぞ。崇高な任務、歴史に名を残すことにあまり興味はないんですが。これレバー上げる。ん、あれ、見てください、誰かが残していった骨です。記念に持って帰りましょうか。ウルマ、普段はいい加減にしろ。基地に戻ったら歯ブラシでトンネル掃除をしてもらうぞ。はい、司令官、ご命令とあらば。最初の段階だ。アルジョン、あのブレーカーのスイッチを入れろ。今入れる。さて、奇妙な機械だな。残念ながら壊れてるが。最初の難関、ジェルモゲートを開く。これ壊れてんのか。壊れてんな。これなんでもない。アルちゃん、あの部屋を調べてくれ。こっち、なんかあるかな。弾あった。武器が入ってるけど、
これか。よし、これでレバーをガシャコン。よくやったぞアルチョン、勲章者の働きだ。ウルマ、下水槽を調べろ。行きたくありません、暗くて怖いですよ。クソ、汚い言葉を使うな。違います、本当にクソです。クソを踏んじまったけど、いいサインだな。のんきだな。前触れだ。クソがあるなら何かが残していったんだ。ここだ。入れてて、いいか、攻撃は最大の防御。ウラジミールはアルチョムから離れるな。二人で後ろに下がった。よし行くぞ。ウラジミールってどれだっけ。大佐、こんな場所じゃ戦えませんよ。臭くて鼻がいかれそうです。ウルマ、くだらん冗談はやめろ。プロローグの時点でミラーとしかいなかったってことは、途中でどっかで分かれるのか、それともみんな死んでしまうのか。入った。どうだね大佐。クソくらい、始まった。笑うな、よせ。ミオラ、弾が心配だな。タイプか、解放者使おう。うん、圧力がない、もしかして。圧力貯めて、よし、もう OK、 OK、 OK。 解放者機で治療。おお、限界まで貯めて。あいだ。まだ来るな、これ。燃えろ。の。ほら。ほら。味方は燃えない。なんでか味方は燃えない。切り抜けたようだな。確認してくれ、あの扉の後ろ。開くかな。開かない。あ、やばい。あー、やばい、あー、やばい、あー、うわっ。ボリス、ボリス、どうして。ボリス、自爆した。セバ、もういい。彼は救えなかった。行こう。クソったれめ、ボリスの思い出に誓って、死ぬまで奴らを苦しめてやる。化け物どもが。よし、
前方にポンプ場と下水槽がある。ドアを開けなければ。一人仲間がやられた。よし、行ってみよう。もう少しだ。開きました。ガスマスクをつけろ。ウルマ、下水槽を調べろ。面白い仕事はいつも俺の役目だ。そうでしょう。お、火があった。燃料。敵兵なし、進め。調べてみます。気をつけろ。気をつけろ、みんな。この水大丈夫か？ショットガン。下に通路がある。他に選択肢はない。静かに進もう。ショットガン持っとこう。うん、あ、全然ブレない。このショットガンリロードだけど2発しか入んない。うお、いてててレーザー武器は弾が少ないから取っておきたい。あ、硬いな。フィルター変えて血だらけだ。よし、まだ来る。入れて、と仲間にも頑張って助けない。リロード。あー、痛い痛い。武器変えよう。火炎放射器。よし、進め進め、止まるな。29発しかないな。これが D6 に通じる扉だ。着いたか。そのようですね。くそ、ロックされてる。驚きはしませんけど。 D6？ なんだあれは。防爆扉のようだ。よし、行ってみよう。やったぞ。これ、通れるか、これ。アルチョン、あの部屋を調べてくる。フィルター交換。どんな部屋だ。大丈夫、これ落ちたりしないよな、これ。よし。
あ、閉じちゃった。アーチョン、大丈夫か。よし、なんとかそちらに向かう。その間に出口を探してくれ。頑張れよ。出口を探すか。また一人になっちゃったな。あー、なんか変なのがいる。スコーピオンみたいのがいる。止まった。うおー、音が気持ち悪い。リロード。よし。このグニャグニャしてんのはなんだこれ。うわ、ガサゴソ聞こえるよ。え、ここ、え、大丈夫ここ。ガスマスクして、うわー、やだやだやだ。で、ここは消毒。あ、これじゃねえ、こっち。火炎放射。まだいるな。今のは誰の忠誠だ。ライターでクモの巣を。待って、まだガサゴソ聞こえる。こっちか。穴だらけだな。明るい。これを開けて、閉じる。アルク、こっちだ。あ、ゴリできた。よかった、無事だったか。ステファンを失って。え、くそ。おい、静かに。ステファン、トンネルから音がした。聞こえたか。何か近づいてくる。これ絶対最終的にミラーとアルチョムだけになってしまうパターンや。どうした。え、本物だ。ああ、これはこれは。なんだ。え、なんと自動システムのようだ。そんなバカな。調べてみます。入って大丈夫。え、どうも嫌な予感がする。敵へのせ。他に道はない、進むしかないだろう。これに乗る気ないのか。ライトも普通についてる。それじゃあ次の駅は D6 か。おお。
D6 までもう少しのところまで来た。伝説の司令部を発見できたとは信じがたいことだった。払った犠牲に見合う価値はあるのか、その答えはすぐに分かるはずだ。マップに D6 って出てるな。最終目的地、フィルターがあと16秒しかないけど。ガスマスクだ、急ぎ。あ、違う違う違う、暗いな。わ、めっちゃ煙たい。煙たいというか霧がかってる。注意しろよ。20年もメンテナンスされてなきゃ、いくらソビエト軍施設といえども危険だ。足元に気をつけろ。特にアルチョム。特にアルチョム。うん。何もいないようだな。制御室は向こうにあるはずだ。ウラマン、ウラジミール、ここに残って援護してくれ。何があるかわからんからな。アルチョムは一緒に来い。了解しました。ついてこう。慎重に進んでいくね。ああ、まさに全て私の想像通りだ。これらには何か感じるものがある。ソビエトの魂ってやつだ。お前らには分からんだろうな。最上階に緊急用の空気清浄システムがあるようだ。このシステムはおそらく耐久性が高い。今でも動く可能性がある。フィルター大丈夫か。これゼロになった。信用しすぎた。一から修理しなきゃならんようだ。アルチョム、補助起動システムがある。あの出っ張りの上の階に登れ。着いたら次の指示を出す。ていうかもうフィルターが切れてんだけど、これ大丈夫かな。まずい気がするけど。ダメだ。換気システムの電力供給を再開させる。なんか息が激しくなってきてるけど、大丈夫かな。あ、ガスマスク切れた。これは死ぬしかないな。みんな助けて、ガスマスク切れた。みんな助けて。なんか入っ、あ、これじゃない。ノー。
息がもたんよ。息がもたんよ。息がもたんよ。の。はい、ちょっと次回までにこれちょっと何とかしたいと思います。ちょっとこれはまずいな。ちょっと動画外で試行錯誤しようと思います。はい、じゃあ今回ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。